まりました少量チャンネルのお時間です。今日はですね、休日の僕らの休日を紹介したいと思います。宇宙気持ちいい風、うん、いいね、いいっすね、うん、これからパスタ食いに行こうと思います。イエーイ。暑いっすね。ね、半袖でいいね。暑いですね。暑いですね。どういうこと？でも近くにある公園でさ、うん、まあいいよね。いいですね、やっぱり緑があるし、都会に溶け込んでる、なんかね、この感じ、うん、なかなかないじゃん。あるかいっぱい。あ、キッチンカーとかあるよ。キッチンカーいいね。ちょっと見てみる。うん、取りっぱなしする。これ任せるよ。今日ノーセットなんですよ。これ俺もドライヤーで乾かしただけってか、俺はいつもそうセットしたことある、逆にみたいな。あるよ、セットしたらなんかおかしいとか言うじゃん。大変なんだと思うよ。二人でやろうよ。何屋さんやる？何屋さんがいいかな。分かんない。なんかでもほら、この車をさ、やっぱ改造したりとか、焼肉弁当とかめっちゃ美味しそう。運転してね。え、怖。俺も運転できるかな。俺も。ピクニック日和になってきたね。うん。またピクニックしたくない？お弁当持って。そうだね。どこする？やっぱ井の頭公園とかかな。毎度おなじみのじゃん。映ってる。どうする？今この水の入ってるバケツを回してみたいと思います。あ、ほらほら、こぼれないでしょ。水こぼれないでしょ。その中野の良さと言ったらば、うん、まあ都会チックでもあるし、うん、これ緑も多かったりもするね。それが中野の良さ。ここあれだよね、桜並木だからさ。そう、駅から続いてる。4月さ、ああいいね。あ、桜祭りみたいなのやってた。いいねいいね。そう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 、住みやすい街中野なんですよ。ぜひ観光大使をください。観光大使か、わからん。中野区とかないでしょ。宣伝部長何にも宣伝してないけど本当だね。自由でいいと思う。何やってんの？何をやってんの？だってほら、翔ちゃん普段からそういうことやってんじゃん。朝佐ヶ谷姉妹だろ。よくそういうことやってんじゃん。朝ヘリヘリ、中ヘリヘリね。いい散歩日和だ。うん、なんかどこにこう目的地にするわけでもなくね、うん、ただブラブラ。うん、ブラタモリ。ブラタモリさんね。ブラタモリさん。タモリクラブとか出たいんだよ。タモリクラブね。タモリクラブ出たい。何の海外に？どうしようかな、なんか。だって鉄道とかわかんないじゃん。わかんないわかんない。でもなんかマニアックなやつでいいんだよね。空耳アワー。空耳アワーもね、面白いね。なんか、うん、あ、見つかった。何が？飛び地って知ってる？例えばこの中が、うん、まあ中野区だとして、うん、その中に入ってるここだけが、うんうん、なん練馬区とかさ、そういうのそういう地形を飛び地っていうの。ああそうなんだ。ここだけ住所が違うみたいな。でそういうのちょっと面白いから、そういう特集の時は多分いっぱい話せる。
本当に飛び地、飛び地、飛び地のか手びち手びちいいね、手びち食いたいね、お腹すいた。ただいま、おかえり。うん、散歩とご飯しかしてないよ。お尻見えてんぞ。洗濯回すか。うん、昼間って何もしてなくない？でもいろいろ出かけてるじゃん。どこ行ってんの？新宿行ったりとか。新宿行って何してんの？買い物。いつも買わないじゃん。ウィンドウショッピングで、ウィンドウショッピング本当にウィンドウショッピングだもん。だってさ、いざ買うとなるとさ、なんか本当にいる？みたいな感じになるじゃん。極力買わないよね。商品券とかあるのにね。そう、全然なんかポイントとか1万ポイントとかあるのに、なんか買わないね。うん、まあ必要な時に使えばいいよ。あ、短くない？そんなもん。苦しいからダメ、今苦しいから。てかトイレ行きなよ。うん、なんで行ってないの？収まった出してきてよ。やっぱでもこの時間はなんか YouTube 見ることが多いですね。てかまあその何もしてない時は常に YouTube 見てます。急に急に語り出したね。すごい、なんかすごい情熱大陸に。常に YouTube は見ますね。見なきゃやったら、やっぱね、勉強になるんですよね、他の人の作品とか。やっぱり、一つの動画作品って呼んでるんですけど、ちょっと、終わり？うざ。さて、1時間くらい寝たかなと。ね。うん。気持ちよかった。どうしますか？どう終わらせます？どうしよう。うちにピアノがあるので、ピアノ弾いてもらおうかなと思います。なんか俺がやらせてるみたいじゃん、こうなると。やらされてんだよ。ダメ、こんなん使えません。まあ大体なんか休みの日はピアノ弾いてることが多いですね。ね、そうだっけ？いいんだよ、おしゃれぶるんだよ。
照らして結ぶの星座作った世界中にただ一人君が好きだよ、その手のずぶと離さない。すごい曲が弾けそうな雰囲気出してあげようか。やってみろ。やってみー。え、すごい、すごそうじゃん。でも、雰囲気を出すだけだからね。じゃあ、何も書いて。すごい、すごい、すごく、すごい曲を弾きそうな雰囲気、コントです。終わり。なあ、弾きそうな雰囲気出したじゃん。出したでしょ。うん、出した出した。いいじゃん。まあこんな感じで休みの日は割とゆっくりめにやってます。で、まあ、だいたい夜は飲み行ったりとか、ね、家で飲んだり多かったりします。というわけで今回はここまでにしようと思います。大丈夫かな、うまく編集できたら、ね、うん、というわけで気に入っていただければ、はい、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタツイッターもお願いします。ではまた。